和光くん？ふかさん、ごめん、ふかさんを見てなくて。ごめん、ごめん、僕が、僕。和光くん、この写真は今日の記録ですか？そうだよ。慶明に崩壊中の痕跡があるってみんなから声が届いてて、ちゃんと保存して比較できるように今まで以上に細かく記録することにしたんだ。写真に何か問題でもあったのですか？一部の写真に特殊なマークがついているみたいですが。うん、気になることがあったんだ。塀に変わった落書きがあって、バイオレットが落書きをきれいにしてくれたし、オレンジ姉さんに頼んでみんなにそんなことをしないようにって伝えてもらったんだけど、いつまで経っても減らないんだ。落書きが慶明に与える影響は崩壊獣以上にひどくならないけど。これはひまわりでしょうか、それとも。あ、これは兆候にある円形の帯の模様だよ。道理で見覚えがあると思いました。ですが、落書きをした人はどうしてこのタイルの模様を何度も繰り返し描いているのでしょう。ただ繰り返してるってわけじゃないよ。深さん、見て。足跡？タイルを踏んだ足跡がありますね。しかも比べてみると、落書きにある足跡の位置が少しずつ違っているようです。てっきり。もちろん住人たちに蹴られたわけじゃないよ。すみません、和光くん、他にもこんな落書きがないかもう少し探してみましょう。深さんが僕と一緒に調べてくれるってこと？ここから一番近い落書きは確かあそこにある気がする。え、行ってみましょう。もし足跡の向きが次の落書きの位置を表してるとしたら、深さん、こっち。崩壊獣です。和光くんは隠れていてください。深さん、気をつけて。せいで。いいえ、うまく連携できていましたよ。和光くんが案内してくれたおかげで崩壊獣を倒すことに集中できました。よかった。足跡が中心に近づいてる。方向の他に距離も表してるのかな。和光くんの推測は正しいと思います。もしかしたら私たちは目的地に近づいているのかもしれません。うん、僕は適当に行ってみただけで。行きましょう。すぐに答え合わせできますよ。足跡が模様の中央にかなり近いけど、
つま先が向いてる方向を見ても何もない気がする。もしこの特殊なタイルの模様が兆候を表しているとしたら、それなら形名のところどころにこの落書きがある。上書きされても再び現れる。まるで謎を解いた誰かを誘導してるみたいな。それに明星っていう意味を持つ名前の町で宵墓地に関する落書きをするなんてあまりにも目立ってるよ。それが作者の目的なんだと思います。兆候に行ってみませんか。その作者が何をしたいか見てみましょう。ふかさん、僕の考えが正しいとは限らないよ。それに兆候は長い間放置されてるから、今の状況でふかさんと僕が兆候に行ったら何かのトラブルに巻き込まれるかもしれない。これくらいトラブルとは言えませんよ。手伝うと約束しましたし、崩壊獣を見て見ぬふりはできません。和光君は記録員としての調査を終わらせるため、私は家に帰る手がかりを探すため、お互いにメリットがありますから気にしないでください。でも行ってみるだけですから大丈夫です。私たちの推測が正しかったら、むしろ慶明にとってはいいことですよ。行きましょう、和光君。兆候で調査を続けましょう。うん、深さん。
管理がスムーズにできるように僕たちは街道に番号をつけたんだ。つまりこの建物は7と4の道の境界にあるということですか。うん。ふっ、私が倒しましょう。これだよ、大きな建物だ。1、6は階数と部屋の番号だと思う。あの建物の中で見た通俗科学の本と芸術に関する本がここにもいくつかある。それだけじゃない、画材、それと子供の日記がある。今は真実を明らかにして起こりうる脅威を排除することが大事です。他人の日記を見たことはまた後で本人に謝りましょう。うちの落書きは病気で寝たきりになった友達のためにこの子が書いたものだったんだ。彼が用意した謎は謎解きが好きな友人に残した合言葉だったんですね。去年のお祭りで初めて謎を考えたと書いてあります。当時二人はそれを完成させようと約束しましたが、その後友人は病気で倒れてしまい約束も叶いませんでした。そんな中芸名を落書きで埋め尽くして友達の注意を引こうとアドバイスした子がいました。だから彼は謎を作って自分が初めて完成させたものも入れた。幸いにも子供は単純ですからね。今回の件は友情によって生まれた小さなトラブルです。よかった、大したことはないみたいだ。後でこの件をオレンジ姉さんに伝えよう。姉さんは人をなだめるのが得意だから穏やかにこのこと話し合って円満に解決してくれるはず。でも壁の落書きをきれいにしなきゃダメだね。この量だとバイオレットの手伝いが必要かも。ふかさん、何を笑ってるの？ほら、もう一人前になっているじゃないですか。それは、ふかさんがずっと励ましてくれたから。でも、私の励ましだけじゃ、落書きの謎を解いたり、事件をうまく解決したりはできませんよ。僕…私は和光くんの代わりに、現れた崩壊獣を倒しただけです。事件の調査に関しては、何も手伝っていません。全部、和光くんが一人で成し遂げたんです。ほら、あなたは自分が思っているよりも頼もしく、強いでしょ。ふかさん、一つ質問してもいいかな。もちろんです。どうしてふかさんは僕のためにここまでしてくれるの？僕が自信を持てるようにわざわざ手分けして行動するなんて。僕の考えすぎかもしれないけどごめんなさい。いいえ、和光くんの言う通り、確かに私はわざとそうしていました。なんて言えばいいのでしょう。おじけづいたり、自分で限界を作ったりしている和光くんを見ると、最初の自分を思い出すんです。ふかさんみたいにすごい人にも、そんな時期があったの？とにかく、私が来る前から、この町のためにずっと努力していた和光くんは一人前の代理人です。一方昔の私は口下手でクラスの中でも一番存在が薄く友達の作り方も知りませんでした。たくさんの優しい人がいてそのおかげで私は成長し
短所を克服できました。今でも未熟な自分を思い出すたびに言葉を失ったり笑ったりしてしまいます。謙虚も度が過ぎるとむしろ自分の能力を制限してしまいます。自己評価が低いと最終的に不必要な障害すら招きます。和光くんが短所を克服できるように手を貸したのは今の話を過去の私に伝えたかったからかもしれません。すみません、勝手にそう思ってしまって。そんなことないよ。今の深さんの話みたいなこと僕は一度も考えたことがなくて、すごく意味があると思う。僕ちゃんと覚えておくよ。和光くんの仲間、他の代理人たちもきっとあなたを信頼しています。その信頼に応えるためにももう少し自分を信じてみてください。うん、みんなは僕にとってかけがえのない家族だから、がっかりさせたくないんだ。ありがとう深さん、あとは僕に任せて。この崩壊獣たちは一体どこからやってきたんだ。ここは危険です。私が戦いますから隠れていてください。僕を甘く見ないで、敵前逃亡なんてしないよ。わかりました。では一緒に戦いましょう。やっと終わりました。なぜだろう、また見失ったのか。それとも崩壊獣の包囲網へと僕を誘うのも計画の一部なんだろうか。どうしたんですか。何でもない。ありがとう。その格好と顔、君が。藍色、あなたは尖閣のビタ、失踪したビタさんの一人。彼はここで何を。それに彼の様子を見ると他のビタさんたちに気づかれたくないみたいだ。好きに呼んで構わない。誰かを探しているんですか。いつものパトロールだよ。手伝いましょうか。お言葉に甘えるよ。子供を探していてね、ちょっと前にここを通ったはずなんだ。これだけの手がかりで探せる。やってみます。あ、適当に言っただけなのに本当にやってくれるのか。あなたに嘘をつく必要はありません。どちらかというと私に探りを入れているみたいです。助けてほしいけど私のことを警戒しているですよね。確かに君は記録のようにしつこい人みたいだ。分かった、行こう。
もういい。出てきてくれ。一応今まで僕を守ってくれたことに礼を言う。でもここには君に倒してもらわなきゃいけないような怪物はいない。いつ気づいたんですか？大事なところはそこじゃない。そろそろ終わりにしよう。物音がする。やっぱり情報をつかんで現場の片付けをしに来たのか。
現行犯逮捕だ。何か弁解は？勇気を出して挑戦しよう。誰が一番初めに禁足地に入れるか勝負。君たちは住人たちに新聞紙を配って禁足地に行くように子供をそそのかそうとしていたのか。新聞社の印刷機をこっそり使って翌日新聞の売り子に頼んで町の子供たちに配ろうとしてた。そうだろ。このチラシを作るように指示した人間は僕たちがここに来るかもしれないと君たちに伝えたんだろ。え、どうしてわかったの？ちょっと喋っちゃダメだって言っただろ。今のは嘘だから本気にしないでよ。このチラシは俺たちが適当に作ったもので誰かの指示を受けたわけじゃないんだ。もういい。どういうことかはすでに理解してる。リツには連絡しておいてから話があったら彼女に言ってくれ。協力してくれてありがとう。今回の事件の経緯は大体把握できた。力になれてよかったです。何も聞かないのか。一応僕たちは本当のことをお互いに打ち明けていない。大丈夫です。あなたの行動は私の推測を証明してくれましたから、あなたの判断を信じます。どんな推測をしていたのか教えてくれない？先ほどのあなたは明らかに指示を出した相手を知っている様子でした。わざと他の代理人に知られないように行動していましたが、調査ができるということは誰かの言いなりになっているわけではありません。あなたにはずば抜けた頭脳と警戒心があります。こんなやり方で行動することを選んだのも熟考の結果なのでしょう。例えば狡猾な相手を前に相手を驚かせてチャンスを逃さないように、そして仲間たちを巻き込まないようにあえて隠し事をしているとか。ある意味であなたは彼らを守っていると言えますね。素晴らしいね。君はすでに察してるからその推測に対してはノーコメントだけれど、僕が町の代理人になってから心底感服した二人目の人間が君であることは認めざるを得ない。え？一人目は？まさか。こんな話をするのは少し場にふさわしくないけれど、万が一僕に何かがあった時は頼む。きっと君なら最悪な状況に陥っても逆転するチャンスを作れるはずだ。僕は君の能力を信じてるし、その決断も信じてる。今日のことは僕たちの秘密にしよう。じゃあよろしく名探偵。
町を壊しちゃダメ。この声は？下がって、崩壊銃は私に任せてください。お姉ちゃん、本当に一人で大丈夫なの？大丈夫です。ここから離れてください。この崩壊獣たち、少し怒りっぽい気がします。すごいね、お姉ちゃん、助けてくれてありがとう。他のビタさんと同じ見た目と服装、それに襟の色、つまりあなたは本装のビタさんでしょうか？うん、まだ自己紹介してないけど正解だよ。私のことはイエローって呼んで。他のビタが記録をアップロードしてるから、私も深お姉ちゃんのことをいっぱい知ってるんだ。イエローさんとインディゴさんは他のビタさんに内緒でずっと別行動をしている。もしかしたら彼らが何をしているのか聞くことができるかもしれない。あ、ダメダメ、深お姉ちゃんと喋っちゃダメだってインディゴに言われたの。正直すぎるから深お姉ちゃんに聞かれたらきっと全部教えちゃおうって。どうしようどうしよう、終わるまで内緒にするってインディゴと約束したのに。やはり彼女を困らせるのはやめましょう。ええ、大丈夫です、聞きませんから、内緒にできますよ。ところでイエローさん、どうして一人で仕事をしているんですか？さっきみたいなアクシデントが起きた時、いつもはどうやって一人で対処してるんです？それはここに来たのは重要な任務をこなすためなの。重要な任務？うん、慶明で起きてる変なことに関する任務なの。これほど大きい町なのに、どうやって一人で問題を解決するんですか？もう原因は見つけてるんだ。深お姉ちゃん、今日の慶明は変な匂いがするの。え？お姉ちゃんは観光客だから知らなくて当然だよ。この匂いは慶明でよく燃料として使われてるガスの匂いなの。燃えやすいし爆発しやすいから、刺激的な匂いをわざと入れるようにしてるんだ。今回ガスの密封に問題があるって教えてもらったから、みんながどう使ってるかを調べにここに来たんだよ。先ほどの崩壊獣が怒りっぽかったのもこの匂いが関係しているのでしょうか？
あなたは作業員を二人雇って長江にある箱を運んでもらったんですよね。俺の箱だって証拠はあるのか。ここは彼を騙してみるしかなさそうだ。箱の中身を調べました。キャンディーの原料だけではなく店の包装袋も入っていました。そんなわけあるか。俺はちゃんと確認した。それにフルーツを剥くときに包装袋を使うやつなんていないだろ。それって本当にバリエがしたってことだよね。いいだろう。啓明の意思はこのキャンディーが原因だと認めよう。でも俺がキャンディーを作って売り始めたのは数日前のことだ。本当だぞ。ドリアンキャンディー自体に罪はありません。その独特の匂いは一部の人たちに好かれていますが、まさか崩壊獣も興味を持つだなんてあなたは知らなかったんでしょ。ドリアンキャンディー、そういう名前だったんだね。こんな味のキャンディーなんて今まで見たことなかったよ。オレンジお姉ちゃんも持ってないの。それは子供たちに教えてもらったんだ。こういうフルーツが子供たちの間で流行ってて、お小遣いを全部出してでもキャンディーを買いたいっていうリーダー格の子もいるとか。子供たちの好みにそれほどの説得力があったんですか。啓明の子供たちはそういう流行り物が好きなんだ。絶対に儲かるって思って。だから俺はライバルに内緒でこっそりとキャンディーのレシピを開発した。この匂いが少し恐ろしいのは俺も知ってる。でもまさかこれほどひどい結果になるなんて思わなかったんだ。だから何かをするときにはよく考えることが必要なんだよ。すまない、本当に悪かった。そんなに緊張しないでください。正しい方法でお金を稼ぐのは悪いことではありません。それに崩壊獣のすべてがこの匂いに釣られたわけではありませんから、取り返しのつかないような事態にはなっていません。あなたのキャンディーは子供たちに喜びを与えました。それは事実です。慰めてくれてありがとう。長江に捨てたドリアンの殻を回収してちゃんと処分するよ。ついていかなくて大丈夫ですか。でもちゃんと処分するって約束してくれたもん。これで啓明もすぐに元に戻ると思うの。オレンジさんの言う通りだ。イエローさんは嘘をつかず、他人の話も疑わない。そんなありのままを信じる誠実さは彼女の長所かもしれない。そうですね。でも勝手にキャンディーを売る行為は代理人のルールに違反しているかもしれません。後でこの件をグリーンさんに伝えておきますね。うん、リツお姉ちゃんはこういったことへの対処が一番得意なの。深尾姉ちゃんのおかげで変な状況を解決できたよ。任務クリアって彼に伝えられるね。彼って？まずい、これは内緒だった。ごめんね深尾お姉ちゃん。ずっと違和感があった。今回の事件は危険でも複雑でもない、強いて言えばかなり時間がかかるものだった。もしこれが事故ではなく最初から誰かが計画していたものなら辻褄が合う気がする。その目的はおそらく自分の行動の邪魔をしないようにイエローさんに離れてもらうこと。誠実さは時に人を困らせるから。深尾お姉ちゃん、何か考え事でもしてるの？イエローさん、よく聞いてください。あなたが信じてる人はあなたを利用している可能性があります。他人を疑わないことはあなたの長所ですが、今回は違います。深尾姉ちゃんは私を心配してくれてるんだね。ありがとう深尾姉ちゃん。でもいいの、私は大丈夫。この性格のせいでよくトラブルを起こすし大変な目に遭ってきたし、そろそろ自分を変えようと思ったこともあるけど、そんなに考えなくていいよ。自分が何とかするからっていつも他のビタたちが言ってくれるの。仲がいいんですね。まるで家族みたいです。うん、家族だよ。みんながいるから
私は安心して自分でいられるの。でも何よりも大事なのは他人に正直でいることも、心から誰かを信頼することも必要だって私は思うの。誰もそうしなかったら心と心の距離がどんどん遠くなっちゃうからね。信頼してほしいならまずは相手を信頼しなきゃ。傷ついても裏切られても真心は失わない。それこそが最大の勇気だよ。その真心はきっと伝わるし、みんなが少しでもお互いのことをたくさん信頼できるようになったら私の願いは叶うんだ。そこまで考えているとは。確かに町の代理人たちは子供じゃない。私が彼らを単純に考えすぎていたのかもしれない。他人を信じたいからこうしたんだよ。愛と信頼はこの世界で一番素敵なものだから、みんなにもそう感じてほしいの。そのためなら少し損をしたり騙されたりしても全然大丈夫。私がトラブルに巻き込まれてもきっと他のビタたちが無事に解決してくれると思うし、それに今は深尾姉ちゃんもいるんだもん。深尾姉ちゃんは強いし頭の回転が早いし人助けもしてくれる。私たち7人のビタと深尾姉ちゃんの力を合わせたらどんな困難も乗り越えられる。そうだよね。ええ、イエローさんの言う通りです。誰かがあなたの信頼を裏切ったらこの拳で相手に仕返しすると約束します。じゃあその時はよろしくね。